はい、東海菊花賞ってことでね、見ていきたいと思います。秘密結社フィガム総帥ハッチでございます。こちら名古屋のね、11レース弥富のですね、 SP1 競争ダート 2100m 戦、まあ、昔のドンコでは1900m 戦で行われてたのがね、まあ、あの競馬場が変わって少し距離設定が変わったということで、今年からは 2100m 戦で行われるということになるみたいでございます。ってことはね、過去の傾向とか一切通用しないっていうか、まあ、じゃあ過去の傾向で何がわかるんだって話なんだけれども、まあ、そんなわけで今回はね、こんな感じでやっていきたいと思います。軸は8番コバルトウィング、まあ、シルク所属の地方馬でね、吉原ヒロと鞍上で迎えました。4連勝の勢い、まあ、そしてですね、何よりまあ一口クラブ、しかもね、ノーザン系のクラブの馬ですから、まあ、ここは稼げるというね、準備をしてこない限り出走はしてこないわけですよね。まあ、そう考えるとここはまあ最有力なんじゃないかなということで軸でいきたいと思います。まあ、そして2番当選ブル、南関東の、ね、この距離校舎ではあります。ただね、ここ最近はまあオープンでもやや苦戦、まあ、一応ねこの距離でオープン3着ありますけどね、まあ、ということで紐までの評価でいきたいと思います。まあ、そして3番のトミケンシャイリ、去年の名古屋三冠馬、去年はね、笠松が確か開催なかったのかな、まあ、それでね、名古屋三冠ということになったんですが、まあ、小馬重賞も制覇してますし、名古屋の代表ということで、ここはね、健闘を期待していきましょう。まあ、そして9番のウィン・ユニファイド、まあ、10歳ながら重賞連勝、まあ、他地区でもね、勝ってきたわけですね。まあ、この距離でもその連勝の前の湾岸スターカップ2着と、まあ、その後が連勝だから、やっぱ距離としては2100はよりは短めの方が本当はいいのかなと思いつつもですね、まあ、この距離でも全然そう重賞2着ということで悪くはないということでね、入れておきたいと思います。まあ、そして10番の谷のタピト、まあ、東海三冠馬、まあ、ダービーグランプリ大敗ですけどね、まあ、現3歳オルフェーブル3区ということで、まあ、対コバの活躍も期待をしていきたいなというふうには思っております。そんなわけでね、今回はまあこういった形でやらせてもらって、またね、今週はね、ちょっとあの、サンボードの体調不良により、こちらのチャンネルでね、この後全部やっていきたいと思います。まあ、またね、来週から復活していく予定ではいますのでね、こちらの方にそれぞれチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。